ゃあすいません。詩詞のタイトルですけれども、九歳四万円スコールがどういう意味があるんですか。主要就是，其实我觉得就是里面讲的是从一个小男孩去变成一个比较成熟的大男人。あの中に書かれていることが、まあ、あの少年から、まあ、少し大人になった男性というそういう内容が書かれているからです。何このために鍛えたんですか、そこに。そういうことはない。間に合わないんです。因为这个是在澳洲拍，我觉得他其实这 MV 就也是拍的还蛮，我自己觉得还蛮。但是不知道这里面的人会动。写真集と、まずこの DVD も同じくオーストラリアで撮ったものなんですけど、それ以外すごく楽しく撮りました。それからあの写真集と違うところはって言ったら、あの動くところはなんか涙を流されたりとか、演技されるようなどんな気持ちで、うん、楽しみですか。見たことがありますか。この間のイベントで一言でも大事と言ったらいいね。对对，所以要问。为什么叫？啊，因为导演要我在。哦，あの監督さんが何涙を流してくれたので。应该说那首歌啦，歌词。歌词の気持ちがそういう気持ちだと。はい。スムーズに投げます。就比较自然的掉下来。